静岡市電気部は1911年から1942年まで静岡市が経営していた電気事業である。なお、前身の静岡電灯についてもこの項に記述する。静岡電灯株式会社は1896年8月30日に設立され、1897年1月16日に静岡市ご副長で試験点灯を指導しで、 初めて電気が灯った。3月3日より営業を開始した。静岡市電機部の紋章静岡電灯は1911年2月28日に静岡市に譲渡され、翌3月1日に静岡市電機部が発足。静岡電灯の設備、事業を受け継ぎ供給を開始した。その後発電設備は、同年9月より四日市製紙の発電所からの購入に切り替え、 東京電灯からも売電した。1932年に東京電灯の芝川にある発電所と送電線路、及び供給区域の競合する東京電灯の配電設備を買収し、発電から配電まで一貫経営、静岡市内独占供給に戻る。なお、1934年に静岡市に編入された安倍9号家村については電気部の供給区域とはならず、 従来通り、東京電灯並びに、静岡電気鉄道が供給していた。1942年4月1日、国家総動員法に基づく配電灯制令を受け、電気事業設備を中部配電株式会社に出資し、解散した。なお、静岡市は、現在も電気部時代の収益を、静岡市電気事業経営記念基金として、運用管理している。ちなみに、 旧配電会社発足後、静岡県へは当初関東配電が全域電力供給していたが、半年後に藤川衛星が中部配電の供給区域に変更された。ありがとうございます。